はい。どうも、サトチュンチャンネルでございます。今回は、レバナスのリスクを逆手に取る、サト式投資法についてお話ししたいと思います。これは、レバナスで、将来ね、不労所得を安定的に得たいという方にとっては、ちょっと一つ参考になる動画ではないかなと思います。そしてこれはね、実際に私が、あの、シミュレーション、いろいろやってみた結果、 これは、よろしいんではないかなと、今、現段階でね、考える。えー、この動画を撮ってるのは、2022年2月の21日でございます。えー、この投資法、まあ、今後もですね、いろいろとアイディアを考えて、ちょっとあの、バージョンアップをしていくかもしれませんので、現在考えうる、このやり方はいけてんじゃないかなと、思っちおります。はい。ぜひ、最後まで、ね、このレバレンスのリスクに、 ボラティリティの激しいレバナス、ビビらず、落ち着いてよ、よ、穏やかに豊かに暮らしていきたい人は、ぜひ、最後まで動画をご覧になってください。部屋は散らかってますけれども、ね、あの、無駄遣いをしていないという証拠でございます。お金を使ってないということは、資産があるってことです。<laughs> 知らんけど。はい。 というわけでですね、まあ今回、まあうちのチャンネルはですね、まあとはいえですね、割と資産の少ない人、所得の少ない人、働きたくないなっていう人にね、向けて動画を作っておりますので、まあ今、えー、なんていうのなんか、俺は意識高い系だぜ、えー。仕事もバリバリやってて、所得もすごくあって、投資もガツガツやってるぜ。会社も乗ってるぜって方にはちょっと物足りないかもしれませんが、まあそうじゃない人はね、 ちょっと、まあ、あの、参考にね、してくれればいいかなと思います。それでは行きましょう。まず、レバナス。ね、何か、うん。この説明いるか。一応ですね、えー、レバレッジ、間違えた。ナスダック100指数っていうのにね、連動する、インデックスファンドに連動して、レバレッジをかけてる、まあ、投資商品でございます。アイフリー、レバレッジ、ナスダック100もあるし、楽天、 レバレッジナスダック100もございます。はい。今ね、結構話題でございます。そして今ね、価格が下がっております。ね、お買い得になっております。なんだけど、まあ、簡単に言いますとね、もうすげえ、ざっくり言います。ざっくり。もう本当、何が起きるか。もう、これもう難しい話はいいから、何が起きるのよ、ということでございます。ざっくりね。ざっくり。大体いいですね、えー、っと、 この、まあ、元本、元本っていうの。まあ、投資した今の金額に対して、だいたい2.5%ぐらい取り崩しても、お金が減らないよというものです。はい。1万円預けます。1万円預けたら 2. 5、2.5%。250円が毎月毎月、チャリーンと、あなたの口座に振り込まれる。まあ、これね、あの、楽天証券だったら、あの、なんていうの 定率引き落としシステムがあって、それ設定するとね、毎月毎月、決まった日に 2. 5、2.5%をね、こう、ま、パーセンテージも自分で調整できるよ。バーっとね、金額に指定してもいいし、ま、僕おすすめパーセンテージね、パーセンテージ2.5%が振り込まれるよという設定にしておけば、ね、1万円のレバナスが、毎月毎月250円入ってきます。さあ、250円抜いたから、 9750円になると思うでしょところが、来月になったら、また1万円になってんですよ。あら、不思議。あら、また1万円になったら250円取っちゃおう。ピチャライン。9750円になる。そうすると、来月、また1万円になっていると。ざっくりね、こういうことです。はい。まあ、現実はですね、投資の世界なんで、上がり下がりがあるんですよ。あの、 1>, 1万円どころか1万2千円ぐらいになっている時もあるし、8千円になっているってこともあるんですね。投資なんでね。はい。ただ、ここ、まあ10年ぐらいかな。平均すると、まあたい年利回り30%ぐらいなので、2.5%を取り崩してもお金は変わりませんよと。えー、ざっくり、ざっくりすることでございます。はい。これが、まあレバナスということですね。これが不労所得というやつですね。はい。じゃあ、 1> 今1万円って言ったけど10万円だったらどうしますか ?2500 円が毎月入ってきますね。2500円もあったらどうですかちょっと月に1回会社行くぐらいできませんかうん。じゃあ100万円あったら2万5000円入ってくるよ毎月。2万5000円だったらさちょっと副業レベルじゃないですか今会社に行ってたらさ いや、毎月2万5千増えたらちょっとありがたいよね、みたいなね。ちょっとまあ、なんて言いますか。とか旅行行ったりとか。なんかこう、なんか最新スマホス。毎月買えるのか、スマホ。スマホ毎月はいらんけど。なんか好きなもの。自分の趣味のものとか、毎月毎月買えるんです。素晴らしいね。じゃあ、これが200万だったら。あら、毎月5万円。お なんかちょっとバイト行ったぐらいの金額になるね。えー、じゃあ、500万だったら。毎月 ?500 万だったらいくら ?2.5% って。10? え、ちょっと待って。<laughs> 計算できない。えっ、ー、と、ごめんなさい。<laughs> ちょっと今、僕、僕の思考がフリーズしちゃいました。500万円もしあったら、 電卓500万円だったら、まあ、税金引かれてですね、10万円ぐらい入ってきます。10万円ぐらい。500万円、レバナスを入れたら、12万5千円か。うん、12万5千円。まあ、あと税金、これ、税金引かれるからね、20%税金引かれちゃうから、手元には、500万円のレバナスがあったら、毎月10万円が入ってくる。いや、10万円入ってきたらでかくない、でかくないでかくないあれあれ 会社辞めていいんじゃねみたいなね。うん。まあ、生活費から10万円、毎月毎月入ってくるんであれば、まあ、より豊かな生活ができるし、ひょっとしたらもう会社員辞めて、別にその派遣の仕事とかバイトでゆるーく働いてもいけるかな。場合によっちゃ、ミニマリストの人とかなんか、生活費10万円とかかかんないから、あれ俺、働かなくてもえい,いわ、みたいな感じになるわけです。これが、レバナスと、 呼ばれるものでございます。いやー、恐ろしい。ね。ただですね、冒頭にも申し上げた通り、非常にリスクの高い商品でございます。本当に言うとね、もっともっと僕には、まあ、例えば、1億円あるよとかさ、4000万円ぐらいあるよって方だったら、まあ、S、S&P500 とかね、VTI とかね、全世界株式とかっていうのをお勧めするわけですよ。そうすると、まあ、年利回り、ね、あの5、5%ぐらい取り崩しても、 まあ、元本は減っていかないよ、みたいな感じでね。言われております。まあ、4%ルールだったっけなんかね。はい。これだったら、まあ減、えー、減らないよっていうことなんだけど、ええ、減らないよってことなんだけど、そのためにはね、資金がたくさんいるわけですよ。ね。いや、1億円持ってない、4000円持ってない、4000円前持ってないって方は、まあ、こういうふうにですね、まあ、レバナスで、まあ、少額投資ね。うん。 これをやっていけばいいんじゃないかなと思っております。そして、ここが、ここからが、えーほ、今回の動画の肝です。8分になってゆっく喋ったね <laughs>。ここからが肝です、えーどうう。どういうふうにやっていくかという、このね、暴れ馬のようなレバナスを、まあ、どういうふうに投資していくかということですね。はい。それはですね、まず目標金額に達したら投資をやめちゃうと。 いうことです。あれお前らさっきまで毎月毎月投資しろとかって言ってなかったって言い、まあいいんだけど、やっぱりリスクが高い。うん、まあ、とはいえインデックスフォントだからね。まあそのリスクの高さも個別株とか FX に激レバーで引き掛けているよりは圧倒的に少ないんですけども、まあ中リスクぐらいかな。中リスクでリターンが結構大きいわけですよ。はい。 えー、これをですね、いかにこう、なんていうの、失禁売却あの、暴落したらね、やっぱりこう、人ってなんかもう、売っちゃうわけですよ。売った、売ったらもうそこで負けなんでね。まあ、レバナスはどうせ上がってくんで、将来ね。上がってくんで、まあ、減っても、持ち続けるということ。これが大事ですね。これ忘れないようにしてくださいね。はい。でね、あのー、まあ、例えばね、目標金額、うん、500万円で、いいかなと。で、毎月、10万円入ってくれば、 俺はそれでいいんだぜってなったら、目標金額をまず500万円に定めます。ね。そして、デバナスっていい時はね、めっちゃ増えるんですよ。もうビヨーンって500万どころか1000万になっちゃうんですね。はい。1000万になったら、まあ1000万円がこれ投資にさらされてるってことね。はい。なので、えー、投資にさらされると、この1000万また暴落する可能性があるかもしれませんので、威嚇しちゃうんです。この1000万になったデバナスは、まあ500万円あればことたれるんで、 500万円抜いちゃいます抜いても現金化しちゃうんです。ストックしとくんですよ。ストック。ね。持っとく。うん。持っとくんですよ。500万円超えた分ね。まあ、毎月毎月2.5%を取り崩すんだけどね。2.5%生活のために2.5%を取り崩しますが、それよりなお増えた分は、即ぐ現金化しちゃう、うん。ストックしとく。持っとくのね。そして、暴落しただけですよ。 暴落した時に、そのストックした現金を、投資に回すわけですね。はい。だから、あの、よく、あの、債券と株式を50、50、ーセントずつ持ってね、安定運用しましょうねっていうところも言われてんだけど、債券もさ、なんかあんまり言うほど逆相関にならないんですよ。株式が下あったら債券も下がっちゃうっていうのが、まあ、実際結構起こり得て、これなんだかなっていうところがあるんで、僕は、 レバナスと組み合わせるんだったら、現金がいいかなと思います。レバナスと現金。まあ、比率はね、まあ皆さん、あの、まあ、そのリスク許容度によって違うかもしれませんが、まあ仮に50、五十でもいいや。うん。50%、50%ね。レバナスが 50, 現金が 50. レバナスが500だったら現金が500でもいいよ。うん。もっと少なくてもいいかなと思ったら別に減らしてもいいんだけどね。現金 250, レバナスが500みたいな感じでも。 あの、いいです。そこら辺は皆さんのリスク共有度に合わせてね、変えてもらえれば、いいかなと思うんですが、まあ、何せ、現金とレバナスを両方持つということです。投資家はね、結構ね、現金は、あの、3ヶ月ぐらい暮らしてきる金額があればいいよって方もおっしゃるんだけど、レバナスをうまくコントロールするんだったら、半分現金を持てば、効率よくかつ安全に資産運用ができるかなと思っちおります。はい。で、まあ、下がった時に、 えっと、レバナスを買いますことで、つまりどういうことかというと、安い時にたくさんの口数が買えるということです。そして、これがまた爆上がりしますからね、レバナスね。ボコーンと上がったら、そこからすくって現金また取っちゃうわけですよ。はい。このお金っていうのは、まあ、マネーマシンのパーツと捉えてください。生活費ではございません。マネーマシンの部品です。スペアパーツ。壊れた部品を補うみたいな感じね。 はい、そんな感じで使ってもらっていて、これはまあ生活には使わないと。あくまで投資用の現金と、まあ、あの分けてね、考え生活用の現金とはまた分けてね、やるといいかなと思います。どうですか。ね、高い時に、もうさっさと売却して、投資にさらさない。うん。現金がする。下がった時に、この現金を安く買う。 高い時に売る。安い時に買う。投資の鉄則が勝手にできる。そしてですね、投資の難しいのは、いつが最高値かって分かんないんですよ。いつが最高値か分かんないんですよ。ところがこのやり方だったら、最高値の時には溢れるから、絶対現金化するじゃないですか。利確するじゃないですか。だから、最高値の時にちゃんと利確ができているというところが、すごいところなんですね。そして安い時に、 買うっていうね。あらまあ、自然に、その、なんていうの、あの、ベストな投資が自然にできちゃうと。いうことでございます。いかがでしょうか。すごくない僕自分で言っててさ、鳥肌が立ったわ。<laughs> 立ってないか。うん。えー、ってな感じでございます。はい。まあね、これはね、なんで思いついたかって言ったら、あのー、まあ、S、S&P500 とかね、VTI とか、全世界株式とか、 優秀な投資商品だと思います。ね。これ債券に振るとかね。優秀だと思います。だけど、自分の持っている資金、多額、まあ100万とか200万じゃもう意味ないんですよ。やっぱり1億とかね、まあ数千万単位だよね。少なくともね。2000万、4000万は当たり前でございます。この金額を投資に。 晒し続けていかなきゃいけないってちょっと怖くないですか怖くないですかそっちの方が怖くないですかはい。でもね、レバナスだったら少額でも十分なリターンが得られますので、そんなに多くの金額を投資にさらす必要はなくて、現金でストックすることができます。ね。高い時にさっさと利確現金化、ストックしとく、投資は自分の決めた金額、 まあ500万でも1000万でもいいや。これだけあれば僕は別に生きていけるんでっていう金額を決めといたらそれ以上は投資はしない。もう現金しちゃう。で、下がった時に、この溢れた現金をまた戻して、安い時に買うわけです。いかがですか奥さん。奥さん。<laughs> さん <laughs> 言うとおりますけどもねうん。まあこの動画が面白いな。 役に立っったたなと思ったらぜひグッドボタンそれから、まあ、こういうですね、情報。ね。僕は、割と、その、所得があんまりない人ね、に向けた情報を発信しようかなと思ってます。そして、まあ、こう、会社勤めが嫌だな。なんか、働かずに、不労所得、入ってくる仕組みを作って、ぐーたら、生きてく仕組みができないかな。国はいつまで経っても、ベーシックインクもなんか、やってくれそうにもないね。岸田さんって方ね。 チャンネル登録していただけますと、有益な情報を発信したいと思っておりますので。はい。というわけで、今回はレバランスのリスクを逆手に取るサトシキ投資法について動画にしてみました。